バロア・オルレアン家の紋章バロア・オルレアン家は、フランスの王家バロア家の支流の一つ。バロア朝後期の六代の国王はこの家系の直系、およびさらにその支流である、バロア・アングレーム家から出ている。バロア朝第三代のフランス王シャルル五世が、成人に達した二番目の息子であるルイに対して1392年に、オルレアン皇の爵位を授けたのが始まりである。 ルイに先立つフランスで、最初のオルレアン公として、シャルル5世の叔父フィリップがいたが、1376年に、死死なく死去した後は、行為が消滅していた。オルレアン公ルイは、生死人情の兄シャルル6世に代わって、政治の実権を握ろうと、同じく、バロア家主流である、バロアブルゴーニュ家の叔父フィリップ豪炭公やその息子、ジャンムカシココと構想を続け、 昔国王の手の者によって暗殺された。その後、ブルゴーニュ公を旗頭とする、ブルゴーニュ派と、オルレアン公を継いだ、ルイの息子、シャルルを旗頭とする、アルマニャック派の間で対立が激化し、百年戦争後期の、フランス国内の混乱を招いた。詩人として知られる、オルレアン公シャルルは1415年のアジャンクールの戦いで、多くのフランス貴族と共に捕虜となり、 イングランドで25年にわたる、旅収生活を送った。シャルルが帰国後に設けた息子ルイは、ルイ11世の娘ジャンヌと結婚し、ジャンヌの弟シャルル8世の死で、バロアケソウ家の男子が絶えると1498年に、ルイ12世として、王位を継いだ。この継承は、王女との結婚でなく、サリカ法を根拠とするものであった。即位後に、ルイ12世は、 ジャンヌと離婚し、シャルル8世の未亡人、アンヌ・ド・ブルターニュと再婚している。アンヌの祖母、マルグリット・ドルレアンは、オルレアン公ルイ1世の末娘である。ルイ12世はさらに、アンヌと種別後、1514年に、イングランド王ヘンリー・パッセイの妹、メアリー・チューダーと再婚しているが、3ヶ月後に、ルイ12世自身が病没した。 ルイ十二世の着手は二番目の王妃アンヌとの間の二女のみであった。そのため冒険のアングレーム博フランソワに、長女クロードと結婚させた上で王位を継がせた。フランソワ一世は、オルレアン公シャルルの弟アングレーム博ジャンに始まる。バロアアングレーム家の出身で、ジャンの孫、オルレアン公ルイ一世の彦であり、ヒクロードとは、またいとこ妹であった。アンヌはまた、 ブルターニュ女皇でもあったが、行位はクロードが継いでいる。フランソワ一世の死後は、クロードとの間の息子アンリ二世が王位を継ぐ。その後は、アンリ二世の息子フランソワ二世、シャルル九世、アンリ三世が、次々とは隠して即位しては創生し、バロア家の生着の男子は絶えた。バロワ家断絶後、ブルボン家のアンリ四世が、王位について、ブルボン朝が始まるが、 アンリ4世の母方の祖母、マルグリット・ド・ナバールは、フランソワ1世の姉であり、アンリ4世も、女系では、バロア・オルレアン家の血を引いている。また、アンリ4世の最初の王妃は、アンリ2世の娘マルグリット・ド・バロアであったが、子供を設けないまま離婚している。ありがとうございます。